ブリュッセルから出て北の方に行くと、もうそのまんま、海が見えるぐらいの、丘もない、本当にフラットな、国。活動のための予算が、ベルギー観光局のダミアン・ドームさんが西区の鈴ヶ峰公民館を訪れ、ベルギーの魅力や東日本大震災の被災地支援活動などについて語りました。ドームさんの訪問は鈴ヶ峰公民館の事業の一環です。鈴ヶ峰公民館では東日本大震災の被災者を支援したり、被災者から災害時の対応を学んだりするなど、地域を挙げて取り組んでいます。この日は井ノ口台中学校の生徒などおよそ70人がドームさんの話を聞きました。日本とベルギーの架け橋となり、テレビやラジオなどでも活躍するダミアン・ドームさん。1991年に来日して以来、日本に住み、ベルギーの魅力を発信しています。ベルギーからの出てきたもの。で、ベルギー人が結構主要な人たち。そうやだね。また、東日本大震災の被災地支援にも早くから取り組み、チャリティーイベントを開いたり、食べ物を寄付したりしています。広島っていう世界中に名前が知られている理由が、戦争の時で、支援が絶対必要な、今でも必要な、町だと僕は思ってて、だからその自分で東北でやってる支援を広島の人たちに話をするのはすごくチャレンジと同時に、いい勉強にしたい。で、福島がパーンなってどうしようかな、本部から連絡があって、ドームさんはこの日、東日本大震災の体験談や自身が行ってきた被災地での支援活動を紹介しました。その中で被災地の現状に触れ、人と人とのコミュニケーションを大切にした継続的な支援を呼びかけました。国際人になるためにお金とか仕事とか、物が全部あるんですけど、その精神的な、ところがまだまだ傷が大きい。別にお金はいらない、もういらない、でも顔を見る、握手をする、一緒に飲む、一緒に美味しいものをいっぱい食べるという支援を、単純に、やっております。そのダミアンさんはコミュニケーションが大切って言ってたので、それを大切にしたいって思いました。震災に対しての取り組み方というのに非常に感動を覚えました。ダミアンさんが大好きになりました。形だけじゃない、本当に人と人の心の通じ合うところからみんな始まるんだっていうようなところが、やっぱ大切なのかなと聞いてて思いました。